ただいまよりステージ下手川花道にてアンサンブルの演奏をいたします。お楽しみください。
本日は滋賀県立大学吹奏楽部第26回定期演奏会にご来場いただき誠にありがとうございます。まもなく開演いたしますので、ロビーにいらっしゃるお客様はお席へお着きください。また開演中は携帯電話の電源をお切りくださいますようお願い申し上げます。
皆様こんにちは。本日は滋賀県立大学吹奏楽部第26回定期演奏会にご来場いただき誠にありがとうございます。今回の演奏会は一部ウィンドステージ、二部ポップスステージ、三部ファイナルステージの三部構成となっております。各部とも皆様に楽しんでいただけるようなステージをお送りいたしますので、最後までお楽しみください。また一部と二部の間にはアンサンブルコーナーを設けております。ぜひそちらもお聞きください。申し遅れました。私、今回の司会を務めさせていただきます大島千尋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1曲目にお送りいたしました曲は田坂直樹作曲のマーチ・プロヴァンスの風です。この曲は2015年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲でもあります。スペイン風の音楽から始まり、トリオで南フランスの地方であるプロヴァンスに行って再びスペインに戻ってくるという曲の構成となっております。2種類のヨーロッパの地方の雰囲気を楽しんでいただけたでしょうか。さて次に演奏いたします曲は片岡博明作曲の鳥の岩くす船の神、吹奏楽と打楽器群のための神話です。鳥の岩くす船の神とは日本神話に登場する神様の船のことです。また船の神様の名前でもあり、鳥のように速く石のように堅固なくすの船を意味しています。この曲は日本的な和の構成の旋律の中に時折入るジャズの響きが特徴の曲となっています。さまざまな楽器が演奏するソロにも注目してお聴きください。指揮は1曲目に続き麻生彩香です。それではどうぞ。
ありがとうございました。第1部の最後を飾る曲はマルコム・アーノルド作曲、瀬尾宗俊編曲の第6の幸福をもたらす宿です。この曲は同タイトルの映画の曲を吹奏楽バージョンにしてアレンジしたものです。この曲は3つの楽章から構成される曲となっています。第1楽章のロンドンプレリュードは主人公のイギリス女性が大きな希望を抱いてロンドンのビクトリア駅に到着したシーンで、ファンファーレ的な希望の主題が提示されます。第2楽章は軍人の女性との出会いを描く音楽で、女性の温かい人格を表した雰囲気が感じられます。最後の楽章では第1楽章と同じ希望の主題を奏でつつ、ハッピーエンドへと近づいていく音楽となっています。3つの楽章で雰囲気が変わり、曲のコントラストが明確な音楽となっています。何度も繰り返される希望の主題や愛の主題に耳を澄ませ、映画の雰囲気を感じながらお聴きください。指揮は飯野幸太郎です。それではどうぞ。
ここで20分間の休憩をいただきます。第2部開演までしばらくお待ちください。またこの後舞台上で打楽器50奏によるアイドルを演奏いたしますので、こちらもお楽しみください。
まもなく第2部を開演いたします。ロビーにいらっしゃるお客様はお席へお戻りください。また開演中は携帯電話の電源をお切りくださいますようお願い申し上げます。皆さんこんにちは。私は
テレビの世界の支配人でございます。何かになりたい、誰かに会いたい、そんな夢を持った方々をこのテレビの世界にひとときだけお連れしているのでございます。本日お連れした皆様は一体どんな夢を見ることができるのでしょうか。おっと、もう時間のようですね。それではまたいつか。ここどこ？え？何この服？コナン君って言った？どういうこと？もしかして僕、テレビの中に吸い込まれちゃった？それで、コナンの世界に来ちゃった？コナン君、何寝ぼけてるの？今日は英単小学校の発表会だよ。練習頑張ったから、上手にできるといいね。僕たちなら、大丈夫ですよ。私のフルートがない。どうしましょう。もうすぐ本番始まっちゃいますよ。そうか、あの時の不自然な仕草、間違いない。犯人はあの人だ。仕方ない、おっちゃんもいないし、あの人の声を使って推理するしかない。犯人はあなたですね、中和奏者の笠明さん。すいません。フルートの綺麗な音色に憧れて、どうしてもフルートを吹いてみたかったんです。それで盗んでしまいました。これをお返しします。盗まなくてもいつでも貸してあげるよ。だからもう盗んじゃダメだよ。さあ、気を取り直して発表会頑張りましょう。Thank you.
して星野源とガッキー、さあ私たちと一緒に踊りましょう。泣いているの？みんなでお家でテレビが光って、大丈夫よ、私に任せて。Thank you.
ちもいないし。ピアノが置いてあるじゃないか。そういえば君と出会った頃よく見た映画があったよな。そうだったね。二人で映画を見ながら一緒に歌やピアノを練習したわね。もう何年も前なのに、あの頃のことすごく鮮明に覚えてるわ。僕もだ。せっかくだから君の大好きなあの曲を弾くよ。本当に？ありがとう。ああ、もちろんさ。Thank you.
これ、眩しいわ。いたたたたたた、あれ僕寝てたっけ。わあ、みんながいる、よかった。本当によかったわ。なんだか昔を思い出す素敵な夢を見たみたいだったわ。僕コナンになったんだよ。謎も解いたんだ、すごいでしょ。はいはい、うるさいからもう静かにして、ドラマ見るから。やだ、プリキュア見たい。こらこら、喧嘩しない。今日も平和な鴨だけでした。ここで20分間の休憩をいただきます。第3部開演までしばらくお待ちください。Thank you.
まもなく第3部を開演いたします。ロビーにいらっしゃるお客様はお席へお戻りください。また開演中は携帯電話の電源をお切りくださいますようお願い申し上げます。第3部に先立ちまして、ここで祝電の披露をさせていただきます。滋賀県立大学 OB 吹奏楽団様より頂戴いたしました祝電を拝読させていただきます。滋賀県立大学吹奏楽部様、第26回定期演奏会が盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げますとともに、皆様のさらなるご発展とご繁栄をご祈念申し上げます。滋賀県立大学 OB 吹奏楽団、このほかにもたくさんの祝電を頂戴しておりますが、時間の都合により団体名のみのご紹介とさせていただきます。レイクサイドウィンドオーケストラ様、彦根吹奏楽団様、滋賀大学吹奏楽団様、大阪工業大学文化会ウィンドアンサンブル様、ありがとうございました。また演奏会の開催にあたりまして、彦根市内を中心とする多くの方々にスポンサーとしてご協力をいただきました。皆様の温かいご支援ご理解によって演奏会を無事に開催できましたこと、お礼申し上げます。ありがとうございました。
フレット後半にご協力いただいた方々のご紹介を掲載しております。ぜひご覧ください。続いて今年度の吹奏楽部部長を務めました宮沢玲より挨拶を申し上げます。滋賀県立大学吹奏楽部部長の宮沢玲です。本日は第26回定期演奏会にお越しいただき、そして YouTube 配信をご覧いただき誠にありがとうございます。ここ数年コロナウイルスの影響で思うように活動ができず悔しい思いをたくさんしてきましたが、このように無事に定期演奏会を開催することができ、何の隔たりもなく私たちの演奏をお届けできること、心より嬉しく思います。私たちは4月に25名の新入生を迎え、総勢65名で活動をしてまいりました。夏のコンクールではメンバー全員出場、悔いの残らない演奏をするという目標を掲げ練習を重ねました。学生指揮者を中心に自分たちで音楽作りを行い、本番では課題曲、自由曲ともに私たちらしい演奏をすることができました。私は吹奏楽を始めて今年で9年目になりますが、この1年を振り返ると私の吹奏楽人生で一番濃い時間を過ごしたと感じています。はじめは部長としての役割をしっかり果たせるのか不安な気持ちでいっぱいでした。しかし幹部や同回生をはじめ部員たちが共に悩み励まし支えてくれたおかげで、そんな不安もなくなっていきました。練習熱心な姿を見てやる気をもらったり、落ち込んだ時には明るく話しかけてくれたことで元気をもらったり、真剣な話もくだらない話もたくさん聞いてもらったりと、部員たちにはいろいろなことをしてもらってばかりでした。1年間大変な時もありましたが、楽しく充実していたのは間違いなく部員たちのおかげです。部長として携わった1年に限らず、この吹奏楽部で大好きな仲間たちと共に過ごしてきた日々は私にとってかけがえのないものです。吹奏楽を続けてきて本当に良かったと心の底から思います。最後になりましたが、本定期演奏会の開催にあたりご協力いただきましたスポンサーの皆様、彦根市文化プラザの皆様、 OB、OG の先輩方、日々の活動を支えてくださった顧問の植松先生、茶屋さん、並びに応援してくださっているすべての方々に心より御礼申し上げます。私たちが活動をし、このように演奏会を開催できるのも応援してくださっている皆様のおかげです。皆様への感謝の気持ちを込めて精一杯演奏しますので、どうぞ最後までお楽しみください。さて本日最後のステージとなりました。第3部にお送りいたします曲はアルフレッド・リード作曲エル・カミーノ・レアルです。本作のタイトルには国王の道という意味があります。アメリカのサンディエゴからサンフランシスコ約1000キロの通りをスペインの修道士たちが布教活動のため世界進出を目指してこのルートを通ったと言われています。このような通りに思いを馳せてリードは曲を作りました。この曲とともに
10分間のスペイン旅行を楽しみください。式は西岡亮です。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。
上をもちまして滋賀県立大学吹奏楽部第26回定期演奏会を終了いたします。お忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。なお、プログラムに挟んでありますアンケートはお帰りの際受付のアンケート回収ボックスにお入れください。また本日は部の運営費を皆様から募っております。ご協力いただける方はロビーに設置してありますお気持ち入れの方にお願いいたします。さらにこの後2階ロビーにて4回生がアンサンブルを演奏いたします。お時間のある方はぜひお楽しみください。本日はご来場いただき、また配信をご覧いただき誠にありがとうございました。